それでは、お立ちください。賛美をします。あなたは私の
私に信頼しなさい。私は私の約束を行い、また私の言葉の成就を見せよう。このカラシナでの信仰を用いてくださいとしか言われます。このカラシナでの信仰を用いる中で主はこの勝利を表されていくとしか言われます。さらにこの受けたという信仰をあなた方が用いるときに、あなた方はさらにこの多くの奇跡の技と栄光の技を見よう。この昨年のこの示し、この戦いは神の戦いであるという示しからさらに一歩踏み込んで、この賛美の声を上げ喜びを踊りなさいという主のこの命令の中で、あなた方は栄光から栄光へとこの主の御業を見ていくとしか言われます。さらに大きな勝利と大きな技を私は成していこう。決して引くことなく、この信仰の踏み出しを成していきなさいと主は言われます。主の約束は真実と主は言われます。主はあなただけ。私に委ねることを学んでいきなさい。私が技を成し栄光を表していこうとしなさいます。この第二ステージのこの宣教の段階に入り、主はこのガリラヤ湖のこの虹の祝福をもって、この宣教の働きを大きく祝福したことを約束されたとしか言われます。これからあなた方を全世界へ第二ステージにおいてこの使わし豊かに実りをこの実らせるとしか言われます。さらにこの信仰の踏み込みによってあなた方は世界に進んでいきなさい。またこの海外宣教の働きというのはこの21世紀においてこのインターネットの働きとこの、を用いたこの豊かなる働きとなるとしか言われます。その中でもこの映像の働きというのがこの主に祝福され用いられるとしか言われます。私はこの中でこの私の計画を成していこう。それはあなた方の思いを超え願いを超えているとしなさいます。特にこの映像の働きを通して主は豊かに聖霊様が働かれ、この聖霊のこの力強いこの
見働きというのはこの進んでいくとしか言われます。 See his Lord。あなたの豊かな恵みを感謝であります。余計の言葉と特別賛美ありがとうございます。証をありがとうございます。どうぞメッセージを導いてください。イエス様お名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。